デショーンの方も165センチ、身長は一緒です。前回の試合がちょうど前回のタイソンのアンダーカードでしたので、96年の11月9日ベサニー・ペインとの試合、1ラウンド TKO 勝ちを収めています。ですから7ヶ月半ぶりということになります。一方のデショーンの方は今年の3月2日に試合をしまして、7ラウンド TKO 勝ちを収めています。この時にWIBF というんでしょうかね、はい、このタイトルを手に入れています。アンドレア・デショーン、ウィメンズインターナショナルボクシングフェデレーションですね、こちらがそのアンドレア・デショーンです。これインサイドストーリーがあるんですね、はい、これクリスティ・マーティンはですね、ドン・キングとちょっとトラブルがありまして、ちょっとナッシュビルの試合は干されたんですね。あ、というのは自分は人気が出てきたし、スポーツイラストレーティドのその表紙にもなったから、はい、多分ですけどね、もっとファイトマネー上げてくれと、あとかドン・キングするとですね、まあお前をここまでにしたのは俺じゃないかと、その要求はそのトゥーマッチだっていうことでですね、一試合干したんですね。でその後両者はまた和解したらしいです。なるほど。記者会見でも新しい契約はどんな内容だいと聞かれていましたけれども、はい、3年契約で最低1年に5試合戦わなければいけないというようなことを言っていました、はい、和解した後言ったらしいですね。何ですか？クリスティン・マーティンはまだ若いってマーティンはちなみに29歳です。デショーンは35歳、まあそう若くもなかったですかですね、はい、はい。こちらはハードヒッター、まあ随分ブランクがありますが、この人もやっぱりブランクはあるものの、これだけマーティンが活躍できるんなら私だってという感じで、おそらくだいぶ意識してのカムバックでしょうね。カムバックしてから9試合戦っています。96年の4月27日にカムバックしました。90年の4月21日にマーティンに敗れてからずっとそのブランクが始まったわけです。ですから丸6年リングから離れていました。ただカムバック後はですね、先ほども言いましたけど休戦してですね、5勝3敗1引き分け、最近はずっと試合してるんですよね、はい、その辺がどうでしょうか。まあ浜田さん、この2人もですね、記者会見のかなり激しくやり合ってたんですけれども、ね、男性以上のこう激しさを見せておりました。うん、そうですね、まあそれからするとこんなの男同士がやる気分と同じと言っていいんじゃないですかね。なるほど。さあどういった試合になりますか。この女性の試合の後、一試合を挟みましてタイソン戦が始まります。パウンド4パウンド、まあ、フィメール女性のウェーマンですね。要するにパウンド4パウンド、前回気を通じて一番強いという銘打たれたこのクリスティ・マーティンでありますが、今回はですね、WBC が認定しましたチャンピオンベルトは掲げて持ってきましたけども、このベルトはどうやらかかってないようなんですよね。あ、そうです ね、まあ、相手も WIBF のタイトルを持ってるわけですけれども、今回はノンタイトルでどうやら行われるようです。先ほどスーパーに、ね、チャンピオンシップという文字が歌われておりました。そうですね、まあですね、パウンド4パウンドって言ってですね、全階級を通じてって言いますけど、全階級を通じて女性ボクサーそんなにいませんからね。It's time for our women's lightweight special attraction coming away and brought to you by Don King Productions and King Vision in association with Showtime Event Television, the MGM Grand and Gold Premium Beer. This bout coming away is sanctioned by the Nevada State Athletic Commission. The judges as appointed, Carol Castellano, Art Lurie, and Paul Smith. Our referee in charge of this bout, introducing Kenny Bayless. All right, fans, here we go. It's the third meeting and rubber match between these two fighters. 8 2-minute rounds of boxing scheduled. Introducing to you first on my left, fighting out of the blue corner, entering the ring wearing blue trunks with silver trim, hailing from Mingo Junction, Ohio. She weighed in at 138 pounds with a record of 13 wins, 4 losses, and 1 draw. She has 7 wins coming by way of knockout. Please welcome the 2-time world tough woman champion known as Sweet Feet, Andrea Deshawn.
And her opponent across the ring on my right, fighting out of the red corner in this 8 2-minute round bout, wearing pink trunks with white trim, fighting out of Orlando, Florida, by way of West Virginia. She weighed in at 137.5 pounds. Her record stands at 31 wins, 1 loss, 2 draws, 25 wins coming by way of knockout. She has captured the boxing world by storm. Please welcome the woman's pound for pound champion, known as the coal miner's daughter, introducing Christy Martin. Once again, Kenny Bayless, our referee in charge. コーマイナーズドーターっていうんですね、はい、まあ、これがクリスティ・マーティンのニックネームなんですけど、まあ、炭鉱労働者の娘、それを自分の売り物にしてるんですね、はい、お父さんが実際に炭鉱で働いてた、はい、ということですね。さあ、クリスティ・マーティン、アンドレア・デション、どういった試合になりますか。先ほどあの身長は一緒と発表したんですが、先ほどの画面スーパーでは5フィート4インチになってましたから、163センチマーティン、2センチ低いということになります。この試合はあの2分8ラウンドですね、はい、1ラウンド2分で8ラウンドですね。そうですね、はい。さあ、まもなくゴングです。クリスティン・マーティンは135パウンド級のチャンピオンですから、両者ともこのリミットをオーバーしてますので、これはスペシャルアトラクションですね。タイトルはかかっていません。まあ、試合前あのミット打ってたんですけどね、はい、クリスティン・マーティン、もう日本のまあ、男性のボクサーたち見せたいぐらいですね。そうですね、ものすごいフォローする気化して打ち込んでいきますね。さあ、第1ラウンドです。素早い動きを見せましたデション、それに左を持っていきますマーティンです。ピンクのコスチュームがクリスティーン・マーティン、左のフックを果敢に振っていきます。デションも行きます、インサイド、あ、打ちか、左を出しました、左フック、デション、左を持っていきます。デション距離を置きます。浜田さん、ずいぶん足を使うようですね、デションは。これだけ早く動くとは思ってなかったですね。右の長いパンチを持っていきましたクリスティ・マーティン。全米ではかなりこのマーティンの知名度が上がっております。まあ、小泉さん、そうですよね、タイソンのアンダーカードに必ず出てくるわけですからね。かなりの知名度になっているわけです、クリスティ・マーティン。そして全世界にですね、これまあ放送されるんですからね。そうですね。左の服飛び込んで右クロス、肩越しから打ちましたデション。しかしクリスティ・マーティン体で押し込んでいきます。ボディブロー、左はエルボーでブロックしました。浜田さん、かなりデションの方がやりますね、思ったよりもね。思ったり、本当に思ったりというのがやっぱり一勝一敗なんで、きついですね。これがいわゆるラバーマッチです。マーティンに対してこれだけ堂々と打ってくるとは思わなかったですね。一勝一敗で迎えました決着戦、ラバーマッチと呼びます。ただ一発はマーティンの方がありますね。ありそうですね。打ち方が違いますもんね、もうウェイト乗せて打ち込んでいってますもんね。おーと、肩、まあ、両者1勝1敗なんですが、その1勝1敗というのは両者とも KO で倒したものではありません。いやー、大きな歓声が湧き上がりました。第1ラウンド終了です。私はデションのラウンドにします。あ、デションですか。クリスティ・マーティン一発いいパンチありましたけど、全体通してみるとですね、デションの方がボクシングしてですね、肩越しのクロスのパンチ、左フックなんかも当ててますね、はい、ラウンド全般の相手に与えたダメージ、そして構成取るとですね、私はデションにつけたいと思います、はい、トレーナーのサム・ジョーンズが中に入りまして、今水分を与えています。浜田さんはどう見ました。私もデションのポイントですね。あ、そうですか。あの、マーティンの一発入りましたけど、デションの一発も入ったんですね。この辺は避け切ったところです。最後、まあ、ボディには少しもらいましたが、デションいい動きを見せました。6年のブランクがあったとはとても思えないようないい動き、まあ、そのブランクの間もずっとトレーニングが続けていたという話です。アンドレ、あ、デション第2ラウンドです。デションなかなかボクシングうまいですよね、はい、
なんか私はボクシングできるでしょんっていう風な感じですね。それが言いたかったわけです、ね、はい。お互いに左リードブローがよく伸びます。これはフェイント、思いとどまったのかでしょう。ちょっとマーティンが何発かもらったんでしょうか。浜田さん、ちょっと顔が赤くなってますね。そうですね、ちょっと若干食ってますよ ね、テレビ画像でちょっと分かります。おっと、今いいボディブローでショーンです。しかし押し込んでいったのはマーティンの方です。左の方のあたりを赤くしまして、マーティンが攻め込んでいきます。今ラウンドの半分を過ぎたところ、まもなく過ぎます。左の服、これはもらいたくないでショーンです。十分に距離を取ります。マウスピッツ飛びました。デショーンの方ですね。ミラッパーデショーン、あーっとデショーンのいいパンチが入ります。左から右連打、マーティンのパンチは空を切るのが目立ちます。さあ右のクロスからやり、ちょっと鼻の頭が赤くなりました。あーっとまたカウンター、押されっぱなし、押されます。あと30秒あります。鼻血が出てるようです。マーティンの方じゃないでしょうか。女性同士の決めと思えないですね。そうですね、激しい戦いが展開されています。今の打ち合いでもですね、いいカウンター取ってるのはデションの方です。ずいぶん激しい話になってきました。今右クロスですよ。スウェーバック、この大きな動き、あーっと左、マーティンの左が当たりました。これは効いたのか。ちょっとバックハンドですね。バックハンドブロー、今注意を受けまして、ここでゴングです。あーっと、激しい流血戦になりました。それで今このマーティンのですね、カットマンやってるのはミゲル・ディアスさんなんですね、はい。坂本選手と戦うスティービー・ジョンストン の、まあ、トレーナーもやってますけどね、日本の選手にも、ね、よくついてくれます。まあ、笠井選手のセコンドにも、まあ、つくらしいんですけどね、今のラウンドですね、私はやはりデションのポイントにつけたいと思います。浜田さん、私もデションのポイントです。左から出血したようです。このマーティンの試合で出血といいますと、ディアドラ・ゴガティでしたっけ、はい、正統派のボクサー、女性ボクサーがいたんですが、これも確かかなり出血戦になったと思います。流血戦になったと思います。ゴガティというのはオーソドックスないいボクシングしましたね。だからナッシュビルでですね、このマーティンを干した時にはゴガティを使ったんですね。そうですね、ドンキングはブルーノ戦の時ですよね。3月16日です、96年第3ラウンドです。まあ、記者会見でも2人が早くも絶戦を展開していたんですが、それに違わない戦いっぷりになっています。両者押していきます。一発のパンチ、やはりマーティンのが持っているようです。ただちょっとワイルドですね、パンチが大きくなっています。マーティンちょっと一発狙いすぎですよね。迫力で押していきますマーティン。この辺がこの人の持ち味でもあるんですけれども、クリスティー・マーティン、もっと左使いながら追いたいですね、マーティン敗れたのは1敗だけ、それがこのデションです。31勝1敗というマーティン。デション右、左を当てました。右ショートから左ですね、デションも当てるの上手いですね。浜田さん、いや本当にスピードもあるしですね、相当練習やってきたでしょうねという感じですね。さあインサイドに入っていきましたマーティン。マーティンというのは打ち合いを望んでいるようですけれども、おっと右が当たりました。左を返しました。浜田さん、ちょっとマーティンがカットなっているような感じもしませんか。やっぱりさっき話出されたんでですね、本当に体力で、まあ、怒って打っていってるという感じしますね、右のショートでしょう。あと10秒です、まあ、やっぱりすごい体力ですね。やっぱ相当押し切ってますよ今、さあ押していきます。あとここでゴング、素早く戻っていきましたアンドレア・デション。
お客さんはすごい喝采を送っています。第3ラウンド終了です。浜田さんどう見ました？このラウンドはマーティンの10対9です。私はこのラウンドもデションですね。あ、デションですか。最後ですねマーティン攻めたんですけどね、私はそれより前のデションのそのカウンターパンチの効果の方を取りますね。あ、そうですか、はい。両方から出血したようです。マーティンの旦那さんでもありますジム・マーティンが今リングサイドには入りません。入っているのはカットマンのミゲル・ディアスさんですけれども、まあ、マーティンがですね、はい、ジム・マーティンですね、まあ、トレーナーでハズバンドなんですけど、はい、もっとジャブ使えと、あ、左から左を使ってそして相手を崩してから入れって言ってるらしいですね。ちょっと先ほどコインズさんがね指摘されたようにちょっとワイルドになっているのかもしれませんね。旦那さんがその辺をチェックしました。第4ラウンドです。右のフック、左は空振り。マーティンフィメールパウンドフォーパウンドチャンピオンシップス。ただ当たればですねもう一発でもいきますよね、ええ、マーティンというのはそれだけパンチあります。左右のフック、タイソンバリのフックを打ってきます。フットワークを使い始めました。これがリードブロー、お互いに伸ばします。かなり極端に大きく離れます。アンドレアデション、あ、しかし押されてきました。コーナーに入っていきます。あと1分、右のパーを突き合いました。左で追うことですね、マーティンは、そう、このダブルのジャブ出してそれでステップインしながら追えばいいんですね。ボディへ、左へ振って左を持っていきました。このグローブを捉えています、アンドレア・デション。浜田さん、デションはちょっと動きが鈍くなってきたんですか。いや、もう体力で押し切られてるんですね、まあこのお疲れ方だと長くは持ちないですね、はい、さあ詰めていきます。一発パンチで押され込みました。押され込まれてしまいましたアンドレア・デション。さあ行きます。インサイドから応戦しますけれども、ワイルドに左右外側から打ってきます。クリスティー・マーティン、ケニー・ベイレスが分けたところであと残り時間わずかになりました。第4ラウンド大きいです、ね、ここでゴングです。第4ラウンドが終了しました。ポイントはマーティンだと思いますね。このラウンドは強いパンチ決めてますね、はい、有効なクリーンとは多かったと思います。浜田さんどうですか。私もマーティンの10対9です。はい、計量の時面白いことあったですね、計量ずっと。だから一昨日はですねタイソン、ホリフィルだけの計量だったですね、昨日がアンダーカードの計量だったんですね。でその計量の壇上あたりになんか中年の言葉悪いんですけどおばさんがいたんですね。あれドンキングプロモーションのあれスタッフかなと思ってたら、はいはい、これがデションだったんですね。ああなんだマーティン の, これセコンあの相手なんだと思いましたね、ちょっとそういった話の後に年齢紹介しづらくなりました。今ちょうど言おうかなと思ってたんですけれども、はい、またもうちょっとしてからご紹介しま す, そうです、ね、アンドレアデション165センチです。アンドレアデション左のフックは空振りです。あのデションのコーナーの方はですね、はい、まあいいラウンドだったと。それで、右をもっと使えと、後ろに引くなと、あんまり後退するなと言ってるらしいですね。さっきグッドラウンドって言っていたのがありましたけれども、それはデションの方だったわけですね。まあセコンドはまあボクサー励ましますからね、はい。右のストレート、もっと右、左を返した、これは入ったか。非常にタフです、アンドレア・デション。2分8ラウンドで行われています、この試合。だんだんマーティンの爪が強くなってきました。デションがちょっと疲れてきたんですね。
先ほどのラウンドあたりからそんな感じが受けられます、はい、カウンターちょっと取りきれなくなってますね、マーティンの方も鼻血が止まりません。落ちて足を使い左を使いますマーティン。浜さん、マーティンはちょっと落ち着いた戦いぶりになってきましたね。少し中休みしながらの感じではあるんですけどね、この状態だともう疲れ方の度合いが違いすぎますね。おーと右顎の辺り当たったかマーティン、右のストレート。デションがこの状態で8ラウンドっていうのは相当厳しいですよ。そうですか、はい、そろそろ次のラウンドあたりでしょうか。もう相当疲れきってますからね。バックブローターですね。また注意を促しましたアンドレアデション。第5ラウンド終了です。このラウンドも私はクリスティマーティン のジャブの効果取りますね、はい、かなり競ったラウンドになっています。ポイント的には競っています。これから第6ラウンドを迎えようというフィメールパウンド4パウンドチャンピオンシップ2分8ラウンドで行われています。この女性同士の戦いの後あのチャベスの試合、さらにはタイソンの試合が待っています。ホリフィールド対タイソン世紀のリマッチと銘打たれました WBA 世界ヘビー級タイトルマッチはこの試合の後の後です。日本のボクシングファンはですね、なんでこのドンキンプロモーションのこの世界タイトルマッチこの女性のカード入れるんだろう思われるかもしれませんけど、これが世界的に人気があるんですよね。だからドンキンプロモーションもやはりあの世界各国のテレビ局の要望に応えて、このクリスティー・マーティンの試合入れてきてるんですよね。あの記者会見でも計量でもこのマーティンに声援がかなり飛ぶんですよね。それだけ人気があるということは伺えます。第6ラウンドに入りました。ピンクのコスチュームクリスティー・マーティン左を伸ばします。左を出しました。現在引き分けを挟んで29連勝中というクリスティー・マーティン、久しぶりの試合です。マーティンいいワンツーだ。ドンキングと新しい契約もしました。この試合は絶対落としてはならない試合でもあります。ボディを打ってきました。デション右のパンチ、来た右のクロス下がります。デションナドビラー、ぐらついた。下にあのマットがあの MGM のグラウンドの看板があるんですが、それちょっと飛び出してしまったようです。もうストップしてもいいんじゃないかなという状況ですけどね、かなりふらついてますね、はい、タイミングを伺っているのかもしれません。ダレボック、これはかなり距離が入りました。また左、どうでしょう。両者これはブレイクです。6ラウンド終了です。このラウンドもいい左フックを決めましたし、ジャブで追い続けてますね、相手に与えたダメージはこれマーティンの方が上です。10対9です、はい、私も10対9でマーティンです。そうです、はい、鎌さん、ちょっとこの表情を見ますとかなり疲れてきてますね。相当限界近くまでやってますよね、3月生まれですか。35歳です。ドクターチェック入っています。アンドレア・デション、かなりきつそうな表情を見せています。アンドレア・デションです。もう止めてもいいんじゃないかと思いますけど ね続行します。浜田さん、おそらくこのラウンドあたりが勝負でしょうね。このラウンドじゃ1ラウンドまでさせようということだったかもしれないですね。ちょっと今リードブローでぐらつきました。アンドレア・デション、考えてみれば
おっと左アウシカ強いのはマーティン。男のプロボクシングでも4回戦3分ですから ねまあ3分と2分の違いはあったにしても8ラウンドというのは大変なもんですよ。余裕を見せて相手の周りを動き始めましたクリスティン・マーティン。ボディブローから右を振っていった。左ボディブローマーティン、ミノパ突き上げます。十分にウェイトの乗ったパンチ。また左あと1分左のフック引っ掛けるようなパンチです。ちょっとグラスキンが大きくなり始めています。アンドレアでしょう。左か右ショートカウンターで払いました。左も当たった。レフリーはブレイクします。あと30秒あーとマシンガンのように打ちます左。時計を止めました。もう一度デクターチェックを仰ぐようです。これで玉田さん止めるんじゃないでしょうかね。その方がいいと思いますね。あ止めました。それ正解ですね。試合終了です。ドクターチェック、そのドクターの勧告を受けましてレフリーがストップしました。ケニー・ベイですが試合を止めています。クリスティー・マーティン、これで30連勝ということになりました。引き分けを挟んで30連勝です。クリスティー・マーティンがアンドレア・デ・ショーンを7ラウンド途中 TKO 勝ち退けています。今日は鼻血を流しながらの試合になりました。クリスティー・マーティン、アンドレア・デ・ショーンを退けました。1分43秒です ですね。1分43秒7ラウンド1分43秒。まあだいぶマーティンの方も打たれましたね。それとまあ過去の因縁もありますからね。倒してやろうっていう気が強くてですね、振り回して行き過ぎましたね、はい、だからそこで、まあ、インサイドからのカウンターパンチ食って鼻血出しましたけどね。まあ、これでドン・キングと新しい契約もできましたし、クリスティー・マーティンはおそらくタイソン戦の前座カードにこれからも出続けることでしょうね。あ、最後のこれシーンですね。天井からのカメラ、いいジャブだったですよ、4連発ですかね、はい、鮮やかなこの攻撃を持ちましてこの試合が終了しました。